人の背中は広く曲がっていて、歩く姿をじっと見てると足が不自由であることがわかる。かばい続けてきた足のせいか、それとも思うように動かぬ現実にへし曲げられた心が背中まで歪めているのだろうか。横断歩道を渡る人たち、僕は信号が変わるのを待っている。昨日の僕が明日の僕が今目の前を通り過ぎている。目の前をさっそうと歩くその女のスカートはひどく短くて、ついつい目が奪われてしまう。強い風でも吹かぬものかと、そんな線に気がついたらきっと彼女は僕を睨みつけてくるだろう。自分のためにしてるだけだと誰かの気を引きたいわけじゃないと。した母親は物分かりの悪い息子の手を引っ張って、もう何個も持ってるでしょとおもちゃ屋の前で声を上げている。欲しがってるのはおもちゃじゃなく愛情で、拒んでるのも我慢を教えるための愛情で、人目も気にせず泣いて怒って、その親子は愛し合っているんだ。人たち僕はフロントガラス越しに見ている。昨日の僕が明日の僕が今目の前を通り過ぎている。聞いたケースを抱え歩くその少年は仲間と楽しげに話している。好きな音楽の話か、それとも好きな女の子の話か、そのギターで未来を変えるつもりかい、それならいつか仲間に入れてくれ、入れてくれ。ああ僕だって何もかも物分かりよく年老いたくはないんだ。ああ横断歩道を渡る人たち、僕は信号が変わるのを待っている。昨日の僕が明日の僕が今目の前を通り過ぎてゆく。昨日の僕が明日の僕が